見たらんな、まあ、触ってるのが餌に触ってるのかそのあたりが謎っていうのがあるけど、飛ぶかね、飛ばないような気がする。
ねえでごわす。糸は跳ねんだけどな。うわ、つってあるやん。うわ、むかるわか。ここはラバラでお邪魔してもな。釣りですよ。まだまだバスチンはいるでしょ。まあいい、バスチンが俺の餌を気に入ってくれれば釣れるし、そうじゃなきゃ釣れ。でかすぎかもしれんな。針強すぎ、糸太すぎんかもしれんけど、まあいいでしょう。
今度は向こう側に流れてるわ、水が。ここは結構水が流れるからね。ダメです。全く触りません。けどあの重りで流されるってそこそこあるね。あれぐらい流れるんだったら。ベイトがあの辺にいてピチャピチャ跳ねとるから、バースはいるよ。バースはいることは間違いない。歩けるぐらい当たりがね。ちびがそんなにいなくなったのかね。知らん。いなくなったのかもしれないし、いるのかもしれないね。それは分からん。まあけど、腹
れぐらいの水だったらチビワセでも食ってくるよな。あの部屋の人うまいわ。まあうまいね。うまいうまい。水温ぬるいし、シャローにやってる可能性はまあ否定はできんけど、ちょっとランランするかな。ランランしましょう。
今気づいた、これ沈んでいってないわ。こんにちは。なんか久々ですね。最近海とか行ってて。海。うん、ああ。よいしょ。釣れた、当たりあるわ。
スイちゃん。中央ぐらいかな。おい、いってえな、おめえ。バスいますね。元気な、元気な、お前。久しぶりだ、バス。見えなかったですね。
逃げられた。まあいいや。
ん？ダメですか？いや、バス1匹釣れました。小バッチリですけど。こんにちは。あんなとこへ起こさんでくれよ。投げたくなるやん。どうせ釣れんけど。じゃあ私は帰る準備をします。
湯ができた。弱さするか。
濃いかな。基本だけどですかね。この池で泳がせを成功したことがない。そのままで才能かな。基本大きすぎたからかな。ベイトの
おめえからなこれ。ビッグベイトすぎるよ。やわらけ。やんべ。沢がやわらかすぎる。使い物にならんわこれ。